チュアーデス物語、不良少女と呼ばれて、ポニーテールは振り向かない、ヤヌスの鏡。今聞くと少し恥ずかしくなるような、それでいて、印象に残るナレーションやセリフの数々。そして、ツッコミどころ満載の大げさな演技で、多くの人気作が生まれた大英ドラマ。1987年に放映された南野陽子さん主演のアリエスの乙女たちも、大英ドラマのヒット作の一つで、改めて作品を見ると、意外な方が出演されています。そこで今回は、アリエスの乙女たちに出演された女優、俳優の皆様の現在に迫ってみたいと思います。アリエスの乙女たちは、どんなドラマ？高校2年生の恵美子は演劇部のヒロイン。彼女は、馬術部の主将で、生徒会長の3年生、講師に憧れを抱いていました。ある日帰国子女であるカオルが恵美子のクラスに転校してきます。カオルは、エレクトラという馬を連れて馬術部に入り、瞬く間に校内の注目の的になりました。カオルが自分とは一切違いで、同じアリエス、お牛座の生まれだと知った恵美子は、カオルに対して、不思議な胸の高まりを感じてしまうのでした。恵美子とカオルの間には、実は意外な事実が隠されていました。出演女優、俳優の現在。過酷な運命にも負けず、愛を貫くカオルと恵美。この姿が、大きな感動を呼んだアリエスの乙女たちですが、主要なキャストとして出演されていた女優さん、俳優さん現在はどうされているのでしょうか。南野陽子、瑞穂カオル。南野陽子さんは、アリエスの乙女たちでは、フランスからの帰国子女で、突っ張りのグループからの脅しにもひるまない毅然とした態度で、たちまち、校内の人気者になる瑞穂カオルを見事に演じました。なんのの愛称で親しまれ、1985年にシングル、恥ずかしすぎて、で歌手デビュー。そしてドラマ、スケバンデカ2少女鉄仮面伝説で、2代目、朝宮咲役に抜擢され、トップアイドルの座を獲得しました。1987年映画、スケバンデカに出演。主題歌、楽園のノアは、オリコン1位を獲得しました。その後も、ハイカラサンが通る、ドイキデネットなどヒット曲を連発し、トップアイドルとしての地位を確立します。2011年に4歳年下の一般人男性と結婚。当時43歳の南野陽子さんは、年を取ってからの結婚っていいですよ、とテレビ番組でコメントしています。2020年に、ドラマ、半沢直樹に出演した際の関西弁が話題になり再ブレイク。スケバンデカ以来の当たり役となりました。2021年現在も、コンスタントに、テレビ、ラジオに出演。変わらぬ笑顔を私たちに見せてくれます。また、12月には、16年ぶりの新曲2曲を含む CD も発売される予定。あの、美しい歌声が聴ける日が待ち遠しいですね。桜しおり、久保恵美子。桜しおりさんは、1987年ドラマ、アリエスの乙女たちで、南野陽子さんとダブル主演。クラスに転校してきたカオル、南野陽子さんが、自分と同じ、アリエス、お羊座の生まれだと知り、胸の高鳴りを覚えてしまう久保恵美子を演じています。1984年のデビュー作、瀬戸内少年野球団では、非常に高い場所から川に飛び込むシーンが話題になりました。この時も弱音を吐かず、すでに女優魂をお持ちだったのですね。また、1987年シングル、ズームで歌手デビューし、シングル3枚とアルバム1枚をリリースし、透明感のある清楚なお嬢様系アイドルとして大活躍。1990年頃からは、女優として、ドラマ、映画、V シネマなどで幅広く活動し、1994年には写真集も発売されました。1995年に結婚し現在は芸能界を引退し、専業主婦をされているそうです。松村ゆうき、ゆうきつかさ。松村ゆうきさんは、アリエスの乙女たちでは、学校で好き勝手に振る舞い、周囲とトラブルばかり起こしているが、姉思いな一面もあり、決して、
根は悪くないという校内一の不良、結城司を熱演しました。1980年ドラマ、生徒諸君でデビュー。その後、不良少女と呼ばれて、スクールウォーズ、ポニーテールは振り向かないなどのヒット作のほか、多くのドラマに出演しています。1981年シングル、セクシーナンバーワンで歌手デビュー。シングル、アルバムを数枚リリースした後、しばらく歌手活動を休んでいましたが、2006年に再開し、2013年には、26年ぶりのオリジナルアルバムをリリースしました。かつては女優の伊藤和恵さんや川上麻衣子さんとの熱愛が報道されたこともありましたが、それも噂程度で、二人とも、後に、別の方とご結婚されました。松村雄基さんは、まだ結婚しておらず、お子さんもいません。現在もドラマ、舞台、ライブ、バラエティと幅広く活躍中。TikTok にもハマっているようで、自身の Twitter で動画も公開されています。年齢を重ねて、ややお茶目になってきたようです。石橋保、磯崎隆。石橋保さんは、1985年映画、君は裸足の神を見たか、で主演デビュー。1987年ドラマ、アリエスの乙女たちで、恵美子と恋に落ちる優等生、たかしを熱演しました。また、オリジナルビデオ、本気、シリーズでも有名です。その後も、多くの作品に出演し、ドラマ、愛という名のもとに、で知名度もアップ。現在も、映画、ドラマ、舞台、V シネマと、幅広く活躍されていて、最近では、2020年、記憶操作2、新宿東署事件ファイル、2021年、コーヒーいかがでしょうに出演されています。息子の石橋雄大さんは、2017年に、菅田将暉主演の映画、ああ、荒野の助監督も務め、自身も俳優として活動しています。しかもかなりのイケメン。お父さんの背中を見ながら、様々なことを学び、俳優として立派に成長してほしいですね。相良春子、津川恵子。相良春子さんは、アリエスの乙女たちで、カオルや恵美子の同級生で、司たちのグループともつるんでいて、司とも付き合っている津川恵子を演じました。カオルに対する嫉妬から、デスパレートな行動に走ったりもします。1985年ドラマ、スケバンで勝つ、少女鉄仮面伝説のビー玉のお経役で一躍人気アイドルになりました。そして、翌年には、スケバンデカの挿入歌、バージンハートで歌手デビュー。シングル11枚とアルバム2枚をリリースしています。スケバンデカのオーディションに落ちたため、スケバンデカ2のオーディションの時は、わざと投げやりな受け答えをしたそうですが、それが功を奏して見事合格したそうです。その後は、アリエスの乙女たち、バカ野郎私、怒ってますほか、ドラマ、映画、バラエティなどで活躍し、1995年、ロサンゼルスに移住し、アメリカ人男性と結婚。一児を出産しました。現在はハワイに住んでいて、電力会社の電気を使わないオフグリッド生活を実践。夫婦でリニューアルしたキッチンとリビング、ユニットバスとベッドルームがあるだけのシンプルな家に住み、ほぼ自給自足の生活を送っています。自然に囲まれたハワイで、農作物栽培など自給自足の生活。時がゆったりと流れていくようで、とても羨ましいですね。若林豪、久保哲也。アリエスの乙女たちでは恵美子の父を演じた若林豪さん。1977年に、G メンシリーズにレギュラーとして出演し、一気にブレイクしました。かっこよかったですね。立花警部補として、丹波哲郎さんと互角に渡り合い、G メンのスタイルを確立しました。もう一つ、若林豪さんといえば忘れてはいけないのは、1992年スタートの赤い霊柩車シリーズ。男の魅力満載の刈谷警部も渋くて素敵。まさに当たり役です。G メンシリーズでは、常に3つ揃いのスーツを着こなし、衣装を変えることはありませんでした。このあたりは、若林豪さんのこだわり、
ダンディズムの表れですね。これらのドラマ以外にも多くの作品に出演し、現在も第一線で活躍しています。その唯一無二の存在感と渋い演技で作品が引き締まり、重厚感が増してきます。まさに、若林剛さんは本物の役者です。若林剛さんには三男二女がおり、三男の若林久弥さんは俳優の道へ進みました。現在名脇役として多くのドラマに出演し、海外作品やアニメの吹き替えなど声優としても活躍中。次男は静岡のお寺の住職を務めています。カジメイコ、久保さよこ。カジメイコさんは、アリエスの乙女たちでは、久保恵美子の母、さよこを演じました。夫の行動に、疑惑の目を向けたり、娘の恋愛の邪魔をしたり、かなり行動的でしたね。本名の太田雅子でデビュー。1969年映画、日本残響伝に出演する際に、芸名をカジメイコと改名しました。その後も、映画、野良猫ロックシリーズ、テレビドラマ、大江戸捜査網などに出演。28年続いたドラマ、鬼平犯科帳にも出演していました。カジメイコさんの人気を決定つけたのは、助手サソリシリーズ。このショッキングな作品では、カジメイコさんのセリフが非常に少ないのですが、これは本人が、ヒロインがセリフを喋らない方が、凄みを増すというアイデアを出したそうです。海外の映画人にもファンが多いカジメイコさん。中でも、クエンティン・タランティーノ監督は、カジメイコさんの歌う、修羅の花と恨み節を、映画、キルビルで使うほどの大ファンです。映画のシーンにぴったりの選曲でしたね。現在でも、上品で落ち着いた雰囲気を感じさせる女優として活躍されています。ご自身のインスタグラムは利用されていないようですが、共演者などのアカウントに登場することもあります。これからも元気に活躍していただきたいですね。大場久美子、結城さゆり。アリエスの乙女たちで、結城司の姉、さゆりを演じた大場久美子さん。たかしの父と不倫関係にある大人の女性という役どころでした。大場久美子さんは、1977年に憧れで歌手デビュー。1978年ドラマ、コメットさんに主演し、一躍トップアイドルになります。その後も、レコード、ビデオ、写真集などを発売します。特に写真集は大きな話題になりました。2000年に高橋哲也さんと結婚しましたが、2005年に離婚。それから約5年後に一般男性と再婚しました。出会いから5ヶ月後というスピード結婚は世間を驚かせました。この男性とは現在もラブラブのようですね。現在も女優として活躍しており、2020年にはドラマ、アマンジャク、元外科医の殺し屋、最後の戦いに出演し、野口五郎さんと40年ぶりに共演しました。かつてパニック障害に苦しんだ経験からカウンセリングを学び、自らも心理カウンセラーの資格を持つ大場久美子さん。現在の夢は、自宅に子ども食堂を作ることだそうです。人のために何かをしようという優しい気持ちが感じられますね。たくま真、大下直樹。たくま真さんは、アリエスの乙女たちでは、カオルのクラス担任であり、体育教師そして馬術部顧問のイケメン大下直樹の役で出演。かなりの熱血教師で、馬術部員たちには、気合の入った指導をしていました。1979年に、ドラマ、新、七人の刑事で正式にデビューして以来、島耕作シリーズ、法医学教室の事件ファイルなど数えきれないほど、多くの作品に出演。渋い声と端正な顔立ちを生かした、ニヒルな落ち着いた役柄が多いですね。そんなたくま真さんが、2017年、深夜ドラマ、勇者ヨシヒコと悪霊の鍵に男女役で出演し、新しい境地を開拓。若者中心に、再び人気に火がつきました。本人も街を歩いていて、
男女だと声をかけられたこともあるとか。私生活では1994年に賀来千香子さんと結婚し、おしどり夫婦と言われていましたが、2012年に離婚。その後は、特に浮いた噂もありませんでした。ところがドラマで共演した名取裕子さんとの交際が噂されたこともありますが、これはあくまでも噂のようです。現在も、ドラマ、映画で活躍中の宅間慎さん。2021年はウルトラマントリガーに出演。地球平和同盟 TPU エキスパートチームガッツセレクトを設立したシズマ財団の創設者で、会長シズマ光圀という役でダンディーな演技を見せてくれます。唐沢俊明や松本明子も出演していた。ここまでアリエスの乙女たち主要キャストの現在を追ってみましたが、他にも忘れてはいけない方々がいらっしゃいます。唐沢俊明さんはアリエスの乙女たちには唐沢清の名義で出演。司が率いる不良グループの一員として登場しています。その後は NHK 大河ドラマ利家と松、白い巨塔、映画20世紀少年ほか多くの作品で主演。2020年24ジャパンでは拉致された妻と娘との家族愛が大きな感動を呼びました。ちなみに奥様の山口智子さんとはおしどり夫婦で有名です。唐沢俊明さんは現在もドラマ、映画で活躍しています。2021年はボイス210緊急指令室に主演。息子を拉致され、相棒を殺害された樋口翔吾を熱演しました。今後のさらなる活動が楽しみです。続いては松本明子さん。アリエスの乙女たちでは、馬術部員の土井由美子役で出演していました。初々しい演技が可愛いです。アイドル歌手としてデビューし、その後バラエティに転向していきます。松本明子さんといえば、電波少年の MC が印象に残っている方も多いと思います。松村邦弘さんとのやりとりは絶妙でした。また、ラジオで放送禁止用語を発したため、2年近く芸能界を干されたこともありました。しかし、そんな逆境を乗り越えて今も活躍し続けているのは、松本明子さんの人柄の良さでしょうね。松本明子さんの夫は、元格闘家の本宮康一さんで、原田龍二さんの弟となる方です。こわ表だけど、温厚で礼儀正しい人だそうです。息子さんは現在京都の大学に通っています。現在も、タレントとして、大活躍の松本明子さんは、2022年には、松本明子プレゼンツ、黄金の80年代アイドル歌つなぎ、嬉し懐かし胸キュンコンサートの開催も決まっているそうです。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回はアリエスの乙女たちの出演女優、俳優の皆様の現在についてご紹介いたしました。こうして見ると、当時の若々しさを現在も保ち、芸能界で活躍されている方が多いですね。大映ドラマをはじめ、多くのドラマが今でも私たちを楽しませてくれます。このような作品が今後も生み出されることを楽しみにしたいと思います。